皆さんこんにちは、さくやです。いつもご視聴ありがとうございます。またチャンネル登録をしていただいている皆様、大変にありがとうございます。今日はいつもとは趣向を変えて、壁画作りについての、ご紹介をさせていただきます。よく事業所の壁に何を飾ろうか、お客様の作品であったり、皆さんで一緒に作っていただいたものを飾るということがあると思うんですけれども、なかなかこう季節を感じられるものじゃなかったり、お客様の自力で作っていただけるものに限りがあったりと、いろいろと、難儀するかと思います。今日はそんな時におすすめの、ストロー吹き絵というものをご紹介させていただきます。用意するものは絵の具ですね。で、今日は、私が用意がなかったのでダイソーで買ってきました。このように水彩絵の具発色入りというものが売っています。中を開けていただくとこのようになっていて、一つ一つは大きくないんですけれども、発色揃えることができるので便利です。基本的には事業所に絵の具って大体あると思いますので、そちらを使用していただければと思います。で、もう一つがストロー、そしてお水と、で、あと紙ですね。で、紙の下染みるのが心配であれば、今日は新聞を引いて行っています。はい。で、やり方なんですけれども、今紙に絵の具を、ポチポチと置いてあります。ここに、ストローで水を少しずつ垂らしていきますね。で、本来であれば、パレットや、水、絵の具用の水バケツですね、もあると思いますので、そういったものでやるのが望ましいです。で、ざっくりと水と絵の具を混ぜていただいたら、今いろんな色がちょっと混ざってしまって失敗してしまったんですけれども、なるべく一色ずつですね、やっていただいたら、お客様にストローを渡して吹いていただきます。ちょっと水分の量が多すぎてうまくいってないんですけれども、このような感じになりますね。で、あとは乾かしていただきます。で、気をつけてほしいのが、まず、お客様が誤って絵の具を吸ってしまわないように、なるべくストローがですね、このようにここが首が折れ曲がるタイプのものを使用していただいた方がいいと思います。万が一吸ってしまってもここで止まる可能性が高いので、そういったストローを使用していただくと。で、ストローにもいろいろな種類がありまして、このように比べると分かるんですが、かなり細いものがあります。以前のストローを使ったレクリエーションというところでもご紹介しているのですが、ダイソーにこのようなミニストロー150本入りで100円で売っているようなものもあります。これだとストローの吹き口がかなり小さいので、肺活量がなくてできなさそうなお客様でも吹いていただくことができます。で、このように吹いていただいたものが、前衛アートのような形になりますので、しっかりと乾いた後にですね、例えば、これを模造紙、今日は A4 のサイズでやってるんですけれども、模造紙のサイズでやっていただくと、かなり大掛かりで、綺麗なアートのような形になります。で、そこに、達筆なお客様がいれば毛筆で、失敗するのが怖いということであれば、半紙に例えばこのようにですね、夏祭りなどとこう半紙に書いていただいて、それを字の外側を少し残してカットしていただいてですね、この乾いた紙に貼り付けるなどすると、例えば外部のお客様をケアマネですとかを招いたりですとか、あるいはお客様のご家族様ですね、をお呼びして、
お招きするようなイベントの時にお客様が作ってくださったんですよということでご紹介すると大変驚かれるかと思います。今日は、そういった形でストロー吹き絵による壁画作りのご紹介をさせていただきました。面白かったよ、参考になったよという方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。